サンタニエスは、フランス、プロバンスアルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、アルプ・マリティーム圏のコミューン。標高約800メートルのサンタニエスは、ヨーロッパで最も標高の高い場所にある海岸沿いの自治体となっている。フランスの最も美しい村に登録されている。村は3つの異なる地理上の区分からなっている。11世紀以来の村、村へ入る道路とのアクセスがある、バレー、 南東のマントンと接するカブロルである。言い伝えによれば、旅の途中のイタリアの姫君アニエスは激しい嵐を避けて村の洞窟で一夜を過ごしたという。標高800メートルの岩山に腰掛けた形のサンタニエスは1180年から城を持っている。1993年の発掘調査で、塔の基礎は10世紀末から11世紀初めに遡ることが分かった。 サンタニエス住民は、臨村のペイユに対する抵抗を奨励し、ルイ14世が任命した知事シュバリエド・ラファールは、サンタニエスの城の破壊を命じた。しかしこの破壊は、城の全体には及ばず、要塞として1744年から1749年のオーストリア継承戦争で大きな役割を果たした。また、サンタニエスの地は、バンティミー・ユハク、オートビルや、 カンディイケ、プロバンス博、サボワや、グリマルディからの水煙の的だった。長らく、サルデーニャ王国に属していたサンタニエスだが、1860年に、フランスへ活上された。1932年、マジの線の防衛設備として、サンタニエス要塞を作るべく、岩をくり抜く形で工事が始まった。恐るべき大砲が設置された。マジの戦災後の艦として、 サンタニエス要塞はイタリア軍の駐留を許さなかった。ありがとうございます。